どうも皆さんこんにちは、チャクバスです。今私はドイツミュンヘンに来ております。で、今回ですね、前回のあらすじとしてミュンヘン観光をして、ミュンヘンでねグルメを堪能したところでですね、動画ね区切らせていただきましたので、ぜひねその続き楽しんでいただければなと思います。では本編の方をどうぞ。ということで食事を終えて外に出てまいりました。先ほどね、空港からホテルまで行ったバスね、これミュンヘン中央駅に、まあ、本来はね私は来る予定だったわけなんですけども、あそこは乗り口みたいですね。はい、ですのでもし明日利用するんだったら、ここからねバスに乗って、空港に行きたいと思います。まあ、今の予定だと、まあ、降りた場所の反対側にね乗り場があればですね、まあ、そこから行きたいなと思ってるんですけども、まあ、こればっかりはですねタイミングよりますので、もしかしたらこの場所まで来てですね空港行くかもしれません。ということで、ここからね鉄道の駅がねちょうど隣にありましたんで、ここからホテルね戻りたいと思います。こちらですね、多分これはあれですよね、中央駅と一緒ちょっと駅の名前をね見てなかったんであれですけど、多分一緒だと思います。では来た電車に乗って戻りたいと思います。まあ、多分ね乗り換えがさっきの駅で多分行きと一緒だったら必要だと思いますんで、まあ、乗り換えもして帰りたいと思います。先ほどのお店がね31ユーロぐらいだったんで、まあ4000円から4500円ぐらいですか。ちょっとね量が多かったんで、あんなに食べなくてよかったんですけども、まあ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 、ちょっと注文すぎるあるあるはねどこでもあると思いますね。はい、ということでホテルの方戻っていきたいと思います。今歩いてるのはねこんな感じになりまして、奥にねスターバックスとかありますね。この右は銀行かな。ではね電車に乗ってホテルの方帰りたいと思います。それではですね、電車に乗り込んだところ、またなんか雰囲気の違う電車に遭遇しました。多分間違ってはないと思うんですけども、まあ、こういった感じのね電車です。またいろんな列車があるみたいですね。ここはねちょうどなんか横かかれるような席になってて、まあそれ以外にも、ね、普通に座る席もあります。でもこっちの方があれですね、先ほどよりなんか最新な感じがしますね。ではこれに揺られて何分ぐらいだろう、10分ぐらいですかね、揺られたいと思います。ということで、来たところの駅に着きました。いや非常に利用しやすいね鉄道でしたね。いやドイツはね思った以上にマスクつけてる人多いですね。結構びっくりです。電車の中もつけてる人はすごい多いです。つけてない人もいらっしゃるんで、多分義務ではないと思うんですけど、ちょっとびっくりでしたね。はい、ということで来た道を戻ってホテル戻りたいと思います。お腹がめちゃくちゃいっぱいですねあんだけ食べればそうですよね。ということでもうねチェックインできるかと思います。もう4時ぐらいになりますんでね、ではホテル戻ります。それではですね、駅から出てきて先ほどね非常に賑わってたこの場所なんですけど、やはりなんかイベントだったんですね。はい、先ほどは出店がすごいたくさん出ておりましたけども、今もうね一つもないですね。はい、で一緒にお店ももう閉まっちゃってる感じですね。まあ、今日はねここはね土曜日っていう風になりますんで、まあ、もしかしたらもともとやってないけど今日のイベントのために周りのお店もやってたみたいな、まあ、そんな感じなんですかね。いや着いた瞬間にちょっと静かでねちょっと寂しかったです。さっきめちゃくちゃ賑わってたのに。ということでとことこホテル戻りたいと思います。ということで無事チェックインすることができました。今回ね202号室ということで今廊下を歩いております。結構端っこの方みたいですね。あ、一番端っこだ。はい、ということでこちらですね。はい、202号室行きたいと思います。よいしょ。はい、ということで入ってきました。どうでしょうか、今回ジュニアスイートになってます。いやー、いいんじゃないでしょうか。うん、広いです。こっちがベッドルームでこっちがリビングエリアですね。では見ていきましょう。こちらに2人掛けの
ソファーがあります。で、正面にこんな感じで、これはミュンヘンの街ですかね、はい。で、こっち側に何やら物々しいのがありますけど、これは何でしょうか。とりあえずテーブルランプと電話、かなりなんかいろいろできそうな電話ですね。この後ろにコンセントがありますね、一つだけ。で、これは何なんだろう。あ、これあれですね、あの iPhone の端子があるんで、これで音楽が聴ける感じなんですね、はい。で、机と椅子とゴミ箱があります。で、眺望は、あ、ホテルの前あたりですかね、これは、はい、こんな感じになっております。では、こっち側に、テレビ、これは50インチぐらいですかね、はい、結構大きいです。で、こちらにコーヒーですね。コーヒーは、おお、こういう系なんだ、失礼しました。あ、スティック系のコーヒーが置いてあります。で、コップと紙コップですね。あと、ケトルも置いてありますね。よいしょ。で、こちらに冷蔵庫と。こちらの扉は何もなくて、奥にね、氷入れるやつもありますね。では、こっち側です。では、こっち側にスリッパとガウン置いてあります。で、ベッドがこんな感じですね。よいしょ。はい、キングベッド、いいですね。大きいです。で、こっち側にテレビがあります。こっちもまた50インチぐらいのテレビがありますね。で、窓がもう一個あって、景色はさっきと多分変わんないと思います。で、こちら側ですね、電気とティッシュと、あ、これでつくんですね。はい。で、ここに、よいしょ。こちらにコンセントですね。USB ポートとかはないですね。で、反対側も同じですかね。なんかリモコンみたいなのが置いてあります。はあ、これがあれなんですかね。電話？フロントに電話するのこれなんですかね。これはちょっと新しいパターンでちょっとわかんないですね。一応時計と電話機能がついてるんで、これで多分電話できるんじゃないかな。あ、これでここのライトがつくんですね。で、こっちにもコンセントがあります。で、あとはバスルームですね。これがエアコンディショナーですかね。ちょっとよくわかんないですけども、どうやって使うんだろう。で、こっち側が、よいしょ、お手洗いですかね。あ、まずちょっといろんな扉があるな。これは扉？あ、ここに扉がある。はい、ここに扉あります。で、ここにクリーニングバッグとか金庫とかありますね。で、こっちも、あ、こっちも開くんですね。こっち側には何も入ってないです。で、こっちにお手洗いです。よいしょ。あ、今回マリオットということで、ブランドは一緒ですかね。あ、違いますね。でも、これは見たことがありますね。はい、このブランドのアメニティがセットされております。で、上にグラスですね。で、ここにコットンとか綿棒とかティッシュ、コンセント、ドライヤーですね。ドライヤーはこうやって刺さってる系なんですね。で、あと、これは消毒のやつですかね。タオルが2つあるのと、洗面台とっていう感じですね。後ろから見るとこんな感じですね。はい、拡大鏡もこちらにあります。はい、っていう感じですね。で、下にお手洗いがあって、こちらバスルームです。バスルームはね、ちょっと狭いですね。はい、かなりコンパクトな感じで、まあ、バスタブがついてるのはね、ありがたいですね。で、先ほどと同じブランドですかね、シャンプー、リンス等々がここにあります。で、シャワーは可動式のみですかね。はい、こんな感じになっております。で、バスタオルがね、後ろに置いてありますね。こんな感じですね。ということで、ミュンヘンマリオットホテルですね、こちら一泊ね、お世話になります。今回客室は202号室ということで、こちらね、ジュニアスイートの客室、スイートナイトアワードをね、一泊申請して、スイートルームで、申請したところ、ジュニアスイートだけね、承認がいただけたっていった形になります。で、このホテルにはですね、まあ、クラブラウンジっていうよりかは、インビテーションエリートゾーンっていうのがね、ありまして、こちらで6時から夜の10時まで、無料のスナックとドリンクがね、楽しめると。温かいスナックは6時から8時ということで、まあ、こういった感じでね、紙がね、いただけます。
まあ、こういった感じで、あのね、まあ、ラウンジではないんですけども、ラウンジみたいなのがね、利用することができるということで、プラチナチタンアンバサダーの方がね、こちら利用できるそうです。っていう感じですかね。まあ、今回ね、あの一泊お世話になるんですけども、まあ、朝食ね、利用できますよっていうね、お話はいただいたんですけども、ちょっとね、明日の飛行機がね、かなり早い時間帯っていう風になりますんで、始発のバスでね、あの空港を迎えたいなと思っておりますので、今回ね朝食はちょっとねいただけないっていった形になります。で、行きね、この、ルフトハンザのシャトルバスでね、こちら近くのバス停で降りて、でここのホテル来てっていう感じで利用させていただいたんですけども、やはりね乗り場も、降りたところね反対側にねあるそうなので、こちらから明日ね空港の方にね向かいたいと思います。ですんでね、このホテルねかなり便利ですね。はい、ルフトハンザのシャトルバス乗ればホテルにすぐ着けますし、まあ帰りもね、そこのバス停からルフトハンザのバスに乗って空港ね行くことができますので、かなりね利用しやすいのではないのかなと思いました。まあホテルのね新しさとか考えると、まあ、そんなに新しくはないですね。で、あとね気になるのはお水も置いてないっていうところですね。はい、これはちょっと残念ポイントですけども、多分お水ね有料なんじゃないのかな、ちょっと聞いてみたいと思いますけども、多分ね有料なんじゃないかなと思います。まあ一応ドイツはね水道水飲めるみたいですけどね。はい、まあ飲まないですけど、はい、うん、一応飲めることは飲めるみたいですね、 Google で検索した感じだと、っていう感じになります。ということで、こちらにね一泊お世話になりますので、今ね4時11分ということで、まあこのラウンジみたいなところがですね6時からまあ開始っていう風になりますんで、まあしばらくねホテルでゆっくりねさせていただこうのかなと思います。それではですね、こちらはホテルのね、こちらはチェックインとかねフロアの場所なんですけど、この隣にねこのグラブオンゴーっていうね読み方合ってるかわかんないんですけども、ここにですねこんな感じでソフトドリンク、アップル、オレンジ、あとコーラ、これなんだろう、セブンアップとファンタみたいなのと、これねスパークリング、まあこれお水、まあ炭酸水なんですけども、マリオットのねプラチナメンバーはこれ無料です。いやね、このホテル客室に水が置いてなくて、お水すら有料なのかなと思ったらこういう感じになってみたいですね。ですんでこれちょっとね営業時間は分かんないんですけど、まあ、ひとまずね無料で利用できるということで、まあ、ここにね料金は書いてあるんですけども、マリオットプラチナ以上持ってる方は無料で利用できるっていう感じみたいですね。ということなんで炭酸水ですけどもお水ゲットできてよかったです。ということで客室に戻ろうと思います。ということで、いや本当にねお水すら有料なのかなと思ってちょっとビビってたんですけど、いやあれがね最初水だけ無料なんですかって聞いたら、ソフトドリンクも どれでも無料ですって言われて、プラチナ以上の方のね、ステータス特典かなり強いですね。でもう間もなくですね6時になりますんで、あのラウンジみたいなのがエリートゾーンみたいな感じでねホテルの奥の方にありましたので、これ置いたらね行きたいと思います。いやよかった、お水が有料ってちょっと気使いますよね。まあジュースが飲めるのもいいですけどね。ということでちょっとこちらね置いていきたいと思います。ちょっとねホテルのロビーの裏にねあのお手洗いがあって、これ何の自販かなと思ったら、これタバコの自販販売機なんですね。ホテルに置いてあるとか日本でもうないですけども、こんな感じでねタバコ買えるんですね。びっくりしました。で価格はね8ユーロとか、全部8ユーロって書いてありますね。いや高い、しかもなんかわかんないですけどメンソールがなさそうですよね。これメンソールなのかな、うん、まあ高いですね。1000円ぐらいですよね。やっぱりヨーロッパはタバコ高いんですね。でもこのホテルのロビーのところで買えるってのは結構衝撃的で動画を撮ってしまいました。ということでロビーのね奥側にマリオットボンボエリートゾーンということで、こういう感じでねプラチナアンバサダーチタンの方みたいな感じで入れるエリアがね設定されております。いや非常にいい雰囲気になってますね。では行きたいと思います。何があるんだろう、フライドポテトと
Good afternoon. Hi. It's not allowed to film here. Oh, no, not film. Okay. I'm just kidding. I'm kidding. もうすげえ。今ね、ビデオやめてくださいって言われたら冗談だよって言われました。いやマジでびっくりしました。たまに言われるんですよね。はい。でハムと、おおいいね、サラダがある、たくさんいただきましょう。あとチーズ、これチーズとマスカットっていうのはこっちではセットなんですかね。あとビーフンみたいなのがあります。あと飲み物、ああお酒もあるんだ。先ほどのソフトドリンクのところにあったものと同じですかね。お水とビールですかね、はい、あとワインとビール、ちょっとあでもハイネケンと一緒になって多分ビールですね、はい、あとワインとかもあるみたいです。ではちょっと軽くいただきたいと思います。全然お腹空いてないですね。ヨーロッパはあんまりステータス持ってる人いないのかもしれないですね、はい、私以外に誰もいないですね。で店員さんもあの物を出したらね去っていくっていう感じで、はい、今もうこのフロアには誰もいらっしゃらないですね。ということで、まあ、レタスと生ハムとあとポテトチップスとこの謎の揚げ物いただきました。でせっかくなんでビールいただきます。ということでどうやって開けるんだろう、あこうかな、開け方合ってんの、おびっくりした、あこうやってなるもんなんですね。で見てください、このジョッキね、あのめちゃくちゃでかいやつ、あんまり継ぐのがうまくないんでね。あれですよね、あのドイツのビール、あのオクトーバーフェスとか行ったことありますけど、あれですよね、一杯のビールが多いですよね、はい、ということで全然泡立たなかった。逆にこれも失敗かもしれない。ということでいただきます。あ、これ思った以上に飲みやすいですね。あ、美味しいです。ということでいただきます。まあ、ドイツということで、まあ、生ハムってどうなんだろう、やっぱドイツも美味しいんですかね。で生ハムちょっといただきます。そのままでいきましょうかね。あ、美味しいですね、うん、日本のよりねそんなにしょっぱくない感じですね、うん、美味しい。だから日本のって結構しょっぱいイメージ、うん、塩分控えめっていう感じですかね、まあ、これはレタスなんでね、まあ、美味しいですけど、うん、生ハムと一緒に食べた方がいいですね。結構青臭い。あとポテトフライみたいな、まあポテトは同じですね。あとこの謎の揚げ物、これ何フライなんだ、チーズだ、唐辛子とチーズの揚げ物っぽいですね、うん、まあ、美味しいです。ちょっといろんな種類試したいですけど、もうこれでお腹いっぱいですね。うん、お腹もいっぱいだし胸もいっぱいですね、うん、ということであとはねゆっくりいただきたいと思います。いやもうちょっとねもう一本ぐらい飲みたかったけどこれはもう無理だな、うん、でもあんまりアルコール度数が強くないですね。これ何パーとか書いてないの、うん、あ 0.5% あ通りで軽いんですね、うん、まあでもこれはこれでね美味しいですね。ということであとはねゆっくりいただきたいと思います。いやこれ本当になんか 0.5% なんでお腹ちゃっこちゃこになりそうですね。ということでこれかサクッと食べてね部屋戻りたいと思います。まあ今日のところはねもう昼ね結構食べ過ぎて今もほとんどお腹空いてない状態でお試していただいたんでもう今日はね食事はいいかなと思います。ということでまたゆっくりいただきたいと思います。ということで今ね時刻は9時50分ということでラウンジから帰ってきてですね、動画の見直しとかねしてたらもう気づいたらこんな時間になってしまいました。もうね、お風呂と歯磨きも済ましてあとは寝るだけっていう風になっておりますのでちょっとね早いですけども明日ねまた別の国に行きますので、まあ、ちょっと空港にもね早めに到着したいっていう風になりますんで今日のところはねもうこんな感じで休みたいなと思います。ということでまた明日です。
おはようございます。時刻は4時57分ということで、まだね外も薄暗い時間帯となっております。次の国なんですけども、今ねドイツのミュンヘンにおります。で今日ですね、これからミュンヘンからフランスの方にね行きたいと思います。ということで今からですね、シャトルバス、あのルフトハンザ航空のエクスプレスバスっていうのがこのホテルの近くにね停留所がありますので、そこからねバスに乗って空港に行ってねフランスパリの方に向かいたいと思います。ということで今回ねここで一旦動画を区切らせていただいて、次回の動画からフランスパリ滞在期ということでお届けねしていきたいなというふうに思っておりますので、そちらもぜひ楽しみにしておいていただければなと思います。ということで今回の動画はねこんな感じで一旦ね区切らせていただきます。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。ではチェックアウトしていきましょう。いやミュンヘンマリオットめちゃくちゃ良かったですね、マリオットプラチナのね特典を十分活かせるホテルですね。ジュースも飲み放題ですし、まあ、ラウンジっていうエリートゾーンっていうね、あの6時から10時まで飲み物いただけますし、8時までは食べ物も出ますんで、これで3万7千ポイントだったらかなりいいんじゃないでしょうか。もともとね4万ぐらい多分取ってたと思うんですけど、マリオットの裏技でまあ私は裏技とは思ってなかったんですけど、あの視聴者の方に裏技でいいんじゃないですかみたいな感じでいただいたんで、裏技とさせていただきますけども、ポイント予約取った後にね変更してチェックしてたら3万7000まで下がったっていう感じですね。ありがたいですね。で今日ねマリオットチェックアウトしてしばらくね多分ヒルトンホテル続くと思いますんで、またねこのマリオットとヒルトンのねサービスの違いとかもね楽しんでいただければなと思います。ということでエクスプレスチェックアウトして行きたいと思います。確かここら辺ね。 See you! バイバイ。ということでエクスプレスチェックアウトのね箱があったんでしようかなと思ってたら店員さんが来てくれたんで、結局また普通にチェックアウトしたっていうね。外がね多分寒いんですよね、おそらく。そうでもないあちょっと肌寒いぐらいでね、思ってた以上には寒くなくてよかったです。はい、ということでちょうどねこれがホテルの入り口ですね。はい、結構ね緑豊かな住宅街っていう感じなんですかね。この反対側とか多分これ普通の家だと思うんだけど違うのかな。まあこんな感じになっていますと。場所的にはね、あの停留所は昨日ここね、あの出店が出てソーセージのパンを食べたここの通りなんですけど、今歩いてるので、電車に乗って中央駅にね行ったと思うんですけども、その通り、まあ、突き当たると鉄道の駅になって、それをね左折して横断歩道を渡ると停留所があるという感じで、まあ普通にも分かりやすいですね。で、あの Google マップとかにねちゃんとあのルフトハンザエクスプレスバスバスストップみたいな感じであれも書いてあるんで、まあ迷うことはないでしょう。ちゃんとそういうのもね出てるっていうのが本当に Google マップ最高ですね。はい、ありがたい限りです。ということなんでテクテク歩いていきたいと思います。まあここら辺の街並みはね、まあ、今ちょっと暗いですし、まあ、昨日もねある程度お見せできたと思いますんで、一応この右側のねこれプルマンホテルって書いてあるから、これプルマンなのかな。確か東京とかプルマン東京ありますよね。まあ一緒かどうかは知らないですけど、名前はそう書いてあるんで多分そうじゃないのかな。ここは昨日あれですね、商店街っていうかそのマーケットみたいなところですね。ではバス停まで行きたいと思います。ということで間もなくバス停留所です。こんな感じの
朝のドイツの道路です。いや非常に朝焼けが綺麗ですね。ちょっと皆さんに伝わってるかどうかは分かんない部分がありますけども、危ない。危ない危ない。ここねあれなんですよ、歩行者とあの信号はちゃんと歩行者の信号はねこんな感じで、で今赤になってて、あの青で渡るじゃないですか、でインターバルなしで赤になるんですよ、まあ、青日本みたいにピコ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 みたいな感じでならないんで、これね今もなりましたけども、青だ行こう、あ赤赤赤みたいな感じで結構ねびっくりします。ということでインターバルはちょっとね歩行者のために欲しいですね。はい、ということで到着いたしました。こちらがルフトハンザー航空のエクスプレスバスのバスの停留所です。まあ、非常に分かりやすいですね、名前も書いてあるし、はい、こんな感じで次の時間帯も書いてあるし、これはルートかな、あ場所かな、うんですんでね、非常に分かりやすいです。33分に来て53分6時13分なので、いやコロナでだいぶ利用者は減ってると思いますけど、このちゃんとね出していただいてるのはありがたいですね。はい、ということで椅子とかもねありますんで、まあここら辺でねのんびり待ちたいと思います。あと15分ぐらいですかね。はい、停留所とかこんな感じ、私以外にもねもう利用者の方が並んでる感じですね。これ多分レンタルチャリじゃないのかな、普通に結構ねこういうレンタルチャリだったりキックボードみたいなのが結構ね放置されてるところ多いんですよね。これ時間で金かかるんじゃないんですかね、違うのかな、まあ、ひとまずここら辺で待ちたいと思います。それではバス到着です。ちょっと見えないか、一応ね今バス反対側にいるんですけども、多分これですかね。はい、あそうですね、エアポートって書いてありますね。ではこれに乗って空港戻りたいと思います。ということでバスに乗りました。チケットはね乗ってから運転手さんが確認するみたいな、どのタイミングで渡すのか分からなくて、私はわざわざ運転手さんの方に見せに行っちゃいましたけど、今運転手さんが、ね、見て回ってます。外見をなんとなく覚えてるんですかね。うん、ということで空港まで25分ぐらいだったかな、揺られたいと思います。ということでお世話になりました。無事ミュンヘン国際空港ターミナル2到着です。ということで今ね、6時ということで、6時、まあもうそろそろ3時間前なんでもうチェックインできるかななんていうふうに思うんですけども、ひとまずですねチェックインカウンターの方ね行きたいと思います。今回ねビジネスクラスで行くわけなんですけども、短距離路線ということで、おそらくねなんちゃってビジネスみたいな、エコノミークラスの左右を開けて3席で1人使ってビジネスクラスみたいな、多分そんな座席になるかと思うんですけども、それがねこのヨーロッパではね結構あるあるみたいなので、まあ、今回ねビジネスクラスっていうわけなんですけども、まあ、そこまでね座席は期待しないでいただきたいなと思います。ということで空港の中の方ね入って、ひとまずねチェックインできるかどうか、やっていきたいなと思います。ということで行きましょう。本当にドイツはどこでもタバコが吸えてすごいですね。うん、空港の周りもなんか清掃な感じですし、昨日街中は本当にどこでもタバコ臭かったって。はい、ということで、ああまた出発ロビーは全然違うんですね。まあセルフチェックインになると思いますんで、チェックインねとりあえずしていきたいと思います。それではですねちょっとエコノミークラスって書いてありまして、一応ねビジネスクラス今回利用しますんで、ちょっとビジネスクラスのチェックインカウンター一応見てみたいと思います。ここら辺は全部エコノミークラスって書いてあって、多分ここはエコだと思うんですよね。まあ一応せっかくねビジネスクラスもそうですし、一応スターアライアンスゴールド持ってますんで、まあ、こっちからありましたねビジネスクラスで、
行きたいと思います。ということで、なんかビジネスクラスは普通にあのこんな感じでありますんで、多分チェックインカウンターでやってくれるんじゃないでしょうか。まあ行ってみたいと思います。ということで無事ねチェックインすることができました。ラウンジも行けるということでした。LH2228 便ですね、ゲートは9番ということで、早速ね、一応国際線になりますので出国審査等々があると思いますので、行きたいと思います。まあ、今まで入国の話をね全然してこなかったと思うんですけど、今回アメリカ、ドイツで今回フランスということで回っておりますけども、あの特に何にもありませんPCR 検査等々も必要ありませんので、まあ、昔のようにねパスポートさえあれば基本的に利用できるっていう感じですね。ということで制限エリアに行きたいと思います。ということで制限エリアに入ってきました。こちらですね、ビジネスクラスはセネターラウンジになるのかな、はい、ファーストクラスじゃないんだね。ということでこちらのラウンジ行きたいと思います。このミュンヘンの空港の制限エリア内のお店はほとんどやってますね、うん、閉まってるようなところの方が逆にないですね。とりあえずゲート確認していきますかね。いいかないいでしょう、まだ時間が早いんで、はい、ということでビジネスクラスラウンジ行きましょう。でこの空港にはですね残念ながらアメックスのラウンジもね あるんですけど、アメプラで入れるね、それも全部ねルフトハンザ航空のラウンジっていう風になっております。ですんでまあスタイラスゴールド持ってる方はまあ大して変わらないと。あとプライオリティパスのラウンジはあるんですけども、ターミナル1ということでここはターミナル2なんで、スタイランス系の航空会社と利用することができないという感じですね。ということなんでこのセネタービジネスクラスラウンジでいいのかな、はい、行ってみたいと思います。もし他のもあるんだったらちょっと他のもね後で見たいななんていうふうに思うんですけども、ちょっと遠そうなんでね、はい、とりあえずここ行ってみたいと思います。ということでラウンジ入ってきました。これはグミ、まあ、お菓子とかグミとかあります。でこっちにスナックとかフルーツ、オートミール、あとジャムとかパンもあります。でこちらにサラダですね、ちょっとあっちのエリア後でもあります。卵、ハム、ソーセージ、こちらケーキですかね。あ、でお酒もあるしソフトドリンクもあります。あ、すごい、シャンパンまでありますね。これは多分スパークリングワインとかだと思うんですけど、はい、ありとあらゆるのがあります。でビール、ドイツといえばビールですね。あとコーヒーマシンもあります。わあすごい、上にカクテルっていうかリキュールもあるし、ちょっと見たことないんで全部は全部わかんないですけども、お酒のかなり種類がありますね。でここにはこれ何なんだろう、あと卵料理、ベーコン、ポテト、トマト、あとパンですね、はい、っていう感じですね。これは何なんだろう、読めない、これは分かんないです。でもこっちにねビール、生ビールも飲めると素晴らしいですね。ということで朝食取ってきました。サラダ中心でいきたいと思います。あと一応ね、はい、この前はちょっと美味しかったオートミールとパンですね、クロワッサンかな、あとビール、ちょっとドイツ離れますんでちょっと最後にビールいただこうかなと。であとフレッシュのオレンジジュース、ビールね、生ビールが告げるんですけど、ラウンジのお姉さんがねやってくれました。私が苦戦してたら非常にね陽気で明るく優しかったです。ありがたいですね。ということでいただきましょう。このねラウンジなんかこのビジネスデスクエリアみたいなところがあって、まあ、ここだとね充電器あって、コンセントはね変換がいるんですよ。これなんだっけ B とか C とかだと思うんですけど、はい、でその周りにね USB タイプ A とタイプ C のね入れるところがあるんで、まあ、これカメラの充電ケーブルと iPhone のケーブルなんですけど、まあ、特にねなくても、まあ、いけるっちゃいけるっていう感じですね。モバイルバッテリーを充電したいとか、うん、
そういうのはちょっと厳しい、あの変換ケーブルがないと厳しいと思うんですけど、 USB Type A、Type C で利用できるものに関しては全然問題なくね、利用できますね。ということでいただきます。ここのラウンジめちゃくちゃ充実してますね、はい。まあ、ちょっと、まあ、ほとんど生野菜ばっかりなんで、この生ハムね、はい、非常に美味しそうなんでいただきたいと思います。昨日ホテルで食べた生ハムはだいぶあのしょっぱくなかった覚えがあるんですけど、この生ハムは結構しょっぱいですね。普通の日本の生ハムと変わらない感じですけど、非常に美味しいです。では、ね、せっかくなんで、はい、いただきます。多分これもあれですよね、違うかな、アルコール度数が低いと思って普通に入れたんですけど、低くない低くないですね。これは普通のビールですね、多分、うん、全然薄い感はしないんで、はい、でも美味しいです。まあいろんな、ね、ビールがありますけども、あれなんですね、薄かったりって言ったらあれかな、アルコール度数が低かったり低くなかったりね、いろいろあるんですね。昨日ホテルで飲んだビールとか本当に 0.5% とかだったんで全然酔っ払わなかったんですけど、まあ、お腹はチャポンチャポンになるんですけどね、うん、これはまた違うんですね。まあでもどのビールもね、コクがあって美味しいです、うん、ちょっとね 0.5% であのだと思って飲んだんで結構今ガツンときてますねということで、あと何かあったな、このオートミールみたいな、これオートミールですよね、違うのかな、あ、これシリアルかな、まあ、ブルーベリーソースみたいな、めちゃくちゃうまいです。蝶々がねこんな感じでいただけて非常に大満足です。ということでバナナも取ってきました。なかなかバナナとかも食べないですね。ということで今6時40分でフライトが9時20分ボーディングタイムなんで搭乗時間ですね、ってことなんで、まあこの空港も結構広そうなんで、まあ、8時50分ぐらいには出たいなと思いますんで、丸2時間ぐらいですね、時間ありますんで、まあ、ちょっとゆっくりね、お食事しつつ、まあ、時間が余ったらね、まあ、仕事したいなと思います。2時間あればね、はい、編集作業結構進めれるかなと思いますんで、ひとまず編集の方頑張りたいと思います。いや、このラウンジもめちゃくちゃいいですね。ちょっとね、他の、 あのルフトハンザのラウンジも行こうかなと思ったんですけども、まあ、ルフトハンザのラウンジなんで、まあ多分内容変わらないと思うんで、まあちょっと今回はね、ここでね、ゆっくりいただきたいと思います。ということで、ご飯食べてちょっとね、仕事したいと思います。ということで、シャワーブースに来ました。最初ね、シャワーブースないのかと思ったら、シャワーブースありますね。やはり国際線ということで設備が整っているようですね。ここにコンセントがあって、ドライヤー、あとこちらに、こちら6シタンが使われてますね。すごい、これはハンドクリームかな、ボディーローションとハンドウォッシュですね。6シタンです。でこちらがね、洗面台っていう風になっておりまして、まあ、こちらお手洗いがあって、シャワーブースがあります。でこちらも6シタンということでいいですね。でまたですね、こういった感じで歯ブラシ等々もね、いただけるということで非常にありがたいですね。はい、ということで軽くね、シャワー浴びたいと思います。まあ短距離路線でね、まあ入んなくてもいいかなと思ったんですけど、ちょっとね、見たい部分もありましたんで、利用させていただきます。ということで、ラウンジから出てまいりました。 K のね、ゲートということで、まあ今回出発するんですけど、あの探して行ってたらですね、なんとあのエアートレインに乗らなきゃいけないということで、早めに来てよかったですね。これはびっくりです。こんな感じで書いてありますけども、スタンド、You are here ということで、まあ、1分でね、隣に行けるそうなんですけど、ターミナル2の KL ゲートは、この電車に乗ってね、行くみたいなんで、いや早めに来てよかったですね。まあ今まだね、9時なんで、搭乗開始が9時10分だったかな、ですので、まあ、余裕だと思うんですけども、早めに来といた方がいいですね。ということで、あ、ちょうど来ましたね、乗っていきたいと思います。あ、ここにいる人たちはみんな同じ便なのかな、皆さんフランスへ向かう方ですかね。
エレベーターはこんな感じです。結構ね、結構高いっていうか長いエレベーターですね。あ、このミュンヘンの空港もかなり大きいですよね、うん、正直ね、こんなに大きいと思ってなかったですよ。ミュンヘンの空港もめちゃめちゃ飛行機飛んでるし、空港もめちゃくちゃ大きいし、まあ、ルフトハンザの飛行機は多いと思いますけどね。あ、こっちにも攻めたルフトハンザのラウンジあるんだ。こっちにいればあれでしたね、気が良かったんですね。あ、こっちはなんか静か、ダーティーフリー、免税店とかもねあるみたいですね。まあ国際線ながら当たり前ですけどもありますね。ロクシタンとか、まあ、化粧品等々があります。お酒とかもたくさんありますね。あ、タバコとかもあるんだ、いいですね。ということで、ただいま時刻はね9時38分ということで、ディレイしてるっぽいですね、うん、今ねやっと係員の方が来て何かしておりますけども、まああの特にまだ誰かが登場してるとかね、そんな様子はないんでまだ座ってるんですけども、まあ一応ビジネスということで、まあスタイラスゴールドもありますんでね、まあ早めには登場できるかななんて思うんですけども、まあひとまずね、はい、登場が始まったら行きたいと思います。始まったっぽいですね。では行きましょう。めっちゃ人にパスポートを出して見せるんだと思ってたら自動化ゲートでしたね最近ここでも自動化ゲートが多いですね。ここに関してはもう顔認証すらないっていうことなんで、すごいですね。一応国際線なんですけどね、ドイツからパリということで、まあ、こういう風になってるということで、まあ、結構びっくりでした。ハロー。ということで無事登場いたしました。今回はねエアバス 319-100 ですね。ここにはですねオンボードディライ、まあ、これは機内販売かですかね。あ、違うな、なんかいろいろな広告とかが載ってるやつですね。で、あと駅チケット袋とモニターはなしですね。で、下の方には何もなくて、あ、USB ポートも何にもないですね、はい。で、座席口はこんな感じになっております。まあまあまあ1時間半のフライトということで、まあそんなに大して時間かかんないんでね。そうそう、足元はねこんな感じ。まあこれがビジネスクラスかっていう話かっていうと、まあエコノミークラスの隣がいらっしゃらないバージョンですかね。隣の隣はいらっしゃいます、はい。まあ食事等々はねちょっと分かんないですね、はい。多分出るのかな、でも1時間半だから出ないですかね。まあでも結構広めじゃないですかね、はい。で、まあ、今回ね、003F という座席で、外がねバッチリ楽しめる座席となっております。スタイランスの飛行機が止まっておりますね、はい。非常にかっこいいですね。でもその後ろもルフトハンザの飛行機ばっかりですね、はい。ということでこちらで約1時間半ぐらいのフライトですね、パリまで行きたいと思います。ではねちょっとね基準がよくわかんないですけども、この飛行機はねマスク着用必須みたいですね。なんか入り口で混んでるなと思ったら皆さんねマスクを取ってマスクをつけて搭乗っていう感じでね。でもニューヨークからミュンヘンに来た時マスクしてる人ほとんどいなかったんですけど、よくわかんないですね。このドイツからフランス路線は、あ、ってことはフランスが厳しいのかもしれないですね、うん、っていうことなんで、このドイツからドイツミュンヘンからねパリ路線に関しては、まあ、なかったらねあの入り口でくれるみたいなあのサービスをしております。ということでまだね搭乗したばっかりですんで待ちたいと思います。いや、どんな感じなんですかね。これで食事とか出されても1時間半なんで早食い競争ですよね。多分出ないんじゃないかな。出たとしても飲み物だけみたいな、まあ、そんな感じだと予想しています、まあ、ひとまずちょっと楽しみですね。
打席配列は 3-3 で、窓際に1人通路側に1人で、反対の席も通路側に1人で、窓側に1人みたいな感じでビジネスクラスですね。多分エコノミークラスとね、シートピッチは一緒だと思いますね。まあ優雅に使えるのがこのビジネスクラスみたいな。これで隣入ってきたらもうよくわかんないですもんね多分大丈夫だと思います。だから多分今お隣、隣の隣が今いらっしゃるんですけど、多分チェックインの時は多分ここがいらっしゃらないですよっていう話だったんだと思います。まあだから埋まったってことですね。まあ別にいてもいなくても、まあいない方がね楽ですけど、まあどっちでもいいですかね。窓なりじゃないんでね。ということで、もうしばらく待ちたいと思います。Good morning, ladies and gentlemen. On behalf of cabin crew, we would like to welcome you on this short look from the Starline service Los Carrizales. Platform will be approximately 1 hour and 10 minutes. Please ensure the bulky and heavy hand luggage is...それでは無事離陸いたしました。約1時間半ぐらいのフライトですね。楽しんでいきたいと思います。これでドイツともお別れになりますね。いや非常にミュンヘン楽しかったです。ではルフトハンザ航空のね、国内線に関してはこんな感じでね、ルフトハンザフライネットっていうね、これインターネットサービスが普通に利用できるんですかね。おーすごい、インターネットサービスは現在利用できませんって書いてあるどういうこと。まああれなんですかね、今アクセスブックアベイルが今使えるようになったってことで、インターネット使えるんですね。こういう感じですね。3ユーロ、5ユーロ、10ユーロっていう感じですね。こういうマップとかも見れますよと。このマップは特になんかあれしなくても見れるみたいですね。こんな風に見れるんだ。面白いですね。これね、アナウンスが入りますんで、Wi-Fi 接続の。まあ、それあったらね、まあ見れるみたいですね。ああマイレーズマンドモアですね。私も会員番号を持ってますけど、ルフトハンザのマイレージサービスですね。はい、まあ、こういった感じでルフトハンザのホームページが見ることができます。まあ、天気予報とかワークショップ、ワールドショップカタログ2022見れるみたいですね。まあこんなところでしょうかね。まあ今日のフライトは
ミュンヘンからシャルル・ド・ゴールド空港まで11時31分に到着ということで、まあ1時間半ぐらいですね。普通にツイッターとかはそうですね、ツイートを読み込みませんって出ますんで、やはりこのルフトハンザ航空のやつだけ見れるという感じですね。まあ、ルフトハンザのサービスとかね、そういうものは基本的にいろいろ見れる感じですね。まあこんな感じですかね。特になんか映画が見れたりとか音楽が聴けたりとかそういうのはなさそうですね。はい、ということで機内サービスがあるんですかね、ちょっと分かんないんでそれも待ちたいと思います。それはですね、機内食やはりあるということで機内食ね、いただきました。まあね、ビジネスクラスは、まあ、5割ぐらい、半分ぐらい入ってるんですけども、まあ、不思議とね、この前の席バルク席なんですけど空いて、両方とも空いてたり、多分ここねプラス料金がかかるかもしれないですね。まあとりあえずここ両サイド空いてて、でほとんどの方ね機内食食べないですね。はい、まあ私はせっかくなんでね、まあ、レビューを含めていただきたいなと思うんですけども、はい、私は今回ねオレンジジュースにいたしました。であと、これはね多分これはヨーグルトだと思うんですけど、ヨーグルト、はい、クロワッサンがもらえたんですけども、どこ置くのかなと思ったら普通に皿の上側に置かれるっていうね、なんとも斬新な、はい、クロワッサンです。このケースの上にそのまま置かれる感じですね。で、メインは本当になんか軽食っていう感じですね。多分これは生ハムでチーズ、これ全部チーズだと思うんですけど、あとで、あとはジャムとかね、バターとか。はい、入ってますね、はい、あと砂糖とかもついてるっていう感じですね。まあ一応見ますか、これが砂糖ね、砂糖、これがバターで、あともう一個、これもバターだと思うんですけど、はい、であとこれはチェリーかな、はい、ジャムが入ってます。結構なんかしっかりしたのがねついてますよね。まあ、私はこういうの基本的につけないんで、ね、もったいない気もしちゃうんですけど、いただきます。あ、そういえばね、あの一つね、前の席あのガラガラだったんで前の席に移動させてもらいました。まあ、基本的に空いてればね、あの移動させてくれますね。お、おしぼりだと思います。違うのかな、おしぼりだね。おしぼりついてる。ということでクロワッサン、うん、あ、クロワッサン普通に美味しいですね。まあ温かったりはしてないんです。オレンジジュースも生搾り感があって非常に美味しいです。でこれは多分リコッタチーズですね。そうですね、行きの時にいただいたのと似てると思います。このチーズ、チーズの食べ比べができていいですね。どれも美味しい。いや、このベーコンのようなハムのような、これはハムですかね、うん、これは何だ、これはローストビーフみたいな感じですかね、うん、美味しい。あとは あとこのチーズですね。まあチーズはチーズなんですけどね、ちょっと臭みもあって美味しい。あとこれはヨーグルト、ブルーベリーソース付きみたいな感じですかね。いただきます。間違いない。ちょうどラウンジで朝ごはんをいただいて、まあちょっと10時半でちょっと早いですけどね、まあ、早めの起きるということで、どうしようかなと思ってたんでちょうどよかったです。まあこんなもんでしょうかね。またゆっくりいただきたいと思います。この1時間半の短距離路線で、あ、センキューセンキュー。この短距離路線で、ね、短い1時間半の路線でね、ちゃんとやってるんですね、機内食。素晴らしいですね。非常に美味しいです。
それではね、あと30分ぐらいですかね、到着まで。このね、機内紙みたいなのがね、ここに入ってまして、この中にね、飲み物等々のね、化学表みたいなのも載っています。まあ、こういった感じでね、はい、いろいろ売ってますね。ハリボーグミがね、2ユーロ。あと、コーヒーが3ユーロ。紅茶も3ユーロ。ビジネスクラスはね、飲み物とかね、いただけますけども、多分エコノミークラスは全部有料なんですかね。あとソフトドリンクね、コーラとかスプライトとかオレンジジュースとか、あとトマトジュース、ここら辺結構ホテルとかで見たことある気がするんですけど、まあ、ここら辺もね、全部3ユーロから 3.5 ユーロに変わりますけども、まあ飲みたかったら飲めるっていう感じですね。でも 3.5 ユーロって日本に多分今500円ぐらいですよね。高いですねめちゃくちゃ高い。あとシャンパンとかね、ワインとかも飲めますね。15ユーロで、まあ1700円ぐらいですかね、200ミリということで。まあこれ多分 ANA のプレミアムクラスはああいうサイズだと思うんですけども、いや高いですね。でも頼めば飲めるっていうのはね、サービスとしてはいいですね。シャンパンだったり赤ワイン、白ワイン、あとウイスキーとかビールとかもあるみたいですね。はい、ウイスキーは6ユーロ、ビールは 4.5 ユーロ、まあ、まあまあしますよね。まあ、こういうのも、ね、書いてありますので、結構楽しいですね。うん、まあ、よかったらぜひ見てみてください。ここに入ってます。ということで、あと30分ぐらいで着きますので、ゆっくり、ね、しておきたいなと思います。ちょっとね、もう眠いですね。今日朝が早かったので、はい。ということで、ちょっとしばらく髪を取って、行きたいと思います。それではですね、まもなくパリシャルル・ド・ゴールド空港に到着となります。窓の外はすごいのどかな景色がね、広がっておりますね。シートベルト着用サインの音でね、目が覚めました。ではまもなく到着となります。Thank you. Bye bye. ということで、無事パリシャルル・ド・ゴールド空港に到着いたしました。今ね、外に出ようとしているところで、これからねパリ市内に向かいます。でこのシャルル・ド・ゴールド空港から、私はオペラ座という地域に ルビーちょっと名前なんとかなんとかバスっていうのがね出ておりまして、それに乗ってパリシャルル、パリのオペラ座までね行きたいと思います。一応ね、昨日ブログで調べた感じだと、まあ、そんなに難しそうじゃなかったんで、ひとまずバス乗り場まで行ってチケットね買っていきたいと思います。とりあえずバスのこの上のね、上にバスで出てるのを目指して向かっております。バス、あ、これです、これこれよいしょ、これですね、ロイス B バス、18ユーロだったかな、
片道。なんか思ってた場所と違うな。ここにね書いてあって、オペラ座まで行けて、なおかつあのバス停になってるんですけど、券売機がないですね。まあなんか直接支払えるみたいなんで、まあいいでしょう。なんか思ってた場所とブログで見た場所と違うな。ターミナル的に合ってるはずなんだけどな。まあ人もちょっと分かんないんで、ここで待ちたいと思います。まあ多分これあるから、まあ大丈夫だと思うんですけどね。はい、ということでこれでオペラ座までパリの中心地まで行きたいと思います。では待ちましょう。